行こう、ファナティオ。あら、坊やじゃない。ちょうどよかったわ。ん？なんか用か？改めて、一言お礼が言いたいのよ。あの…お礼なんてやめてくれ、ファナティオ。あれは俺が負わせた傷だったんだし、それに、直したのは俺じゃなくて、カーディナルなんだから。でも、カーディナル様のところに送ってくれたんでしょ？致命傷を負った私を、坊やが救ってくれたんだから、ありがとう。ああ、ずいぶん雰囲気が変わった気がするんだけど。それについても、坊やのおかげよ。もう一つ、ありがとうと言いたかったの。もう一つ？ええ、私と戦い、倒してくれたことにね。倒したことに？そうよ、言葉通りの意味でね。だって、聖豪騎士として生きた長い年月の中で、坊やは私のことを女だと知ってなお本気で戦ってくれた唯一の男なんですもの。お礼なんて必要ないよ。俺はただあんたを超えなきゃいけないだけだったんだから、そのために全力を尽くさなきゃいけなかった。ファナティオが女だろうと男だろうと関係なかったよ。坊やのその気持ちが私を救ってくれたのよ。ファナティオ、私もね、昔は兜なんて被らずに素顔を晒して戦ってたの。でもある時気づいてしまった。相対する男の騎士たちの剣筋にわずかとはいえ気遅れがあることにね。模擬戦の相手をする男の騎士もそうだけど、命がけの戦いの最中にあった暗黒騎士だって例外じゃないのよ。私は女性という理由で手加減される屈辱に耐えられなかった。それはほら、仕方のないことというか、剣を握る女性は貴族か漁師の娘くらいだからな。暗黒騎士って連中も妻をめとるんだろ。なら男は女を守る対象として見てしまうんじゃないのか。そうかもしれないけど、理屈なんて関係ないのよ。女というだけで蔑まれるなんてごめん。その怒りがファナティオが兜で顔と声を隠して、さらに連続剣や転戦剣の技を会得した理由なんだろう。ええ、そして私こそが女であることに囚われている証拠でもあった。それを即座に見抜いた坊やはその上で全力で私と切り結んでくれたわ。本気を出さなきゃファナティオには勝てないし、女剣士の強さも身に染みて分かってたしな。私も身につけた剣技と術式の全てを出し切り、そして負けたわ。その後命を拾い、意識が戻った時、つまらないこだわりは私の中から消えていた。結局相手に手加減を許さないくらい強くなればいい話だったのよ。その事実に気づかせてくれた坊やには感謝してもしきれないわ。そんな、いいって言ってるじゃないか。でも少し悔しいところもあるのよ。あの時坊やは私に女らしさを感じなかったんでしょ？ああ、いや、あの時は剣気の方が気になっただけというか。ねえ坊や、よかったら人目のないところに行かない？二人きりの場所で頼みたいことがあるのよ。構わないけど、何をするつもりなんだ？人目のない場所ってここだったのか。二人きりと聞いて何かよからぬことでも考えた？え、そんなことあるわけないだろ。坊やはやっぱり面白いわね。からかいがいがあるわ。俺は面白くない。まあ、つまりは立ち合いを所望された、そういうことでいいんだよな。ええ、私はもう自分の性別にはとらわれない。だからそう思わせてくれた相手ともう一度剣を交えたい。ああ、もちろん喜んで受けるよ。ありがとう坊や。私の実力見せてあげる。これで決める。
ここまでにしようかしら。やっぱり強いわね。いや、ファナティオこそさすがだよ。連続拳も含めて技の差異が半端じゃない。ファナティオとの勝負はいい勉強になるよ。そう言ってもらえると。ああ、戦っていて疑問に思ったこともいくつかあったしな。疑問？なあファナティオ、少し聞きたいことがあるんだけど、いいか？構わないわよ、何でも聞いてちょうだい。天線剣は何が元になってるんだ？光線を出すようなものなんていまいち想像がつかなくてさ。そうね、坊やになら教えてあげましょう。これはもともと鏡だったのよ。鏡？ええ、鏡は物を映して見る道具として使われているけれど、使い道はそれだけじゃない。鏡はソルスの光をほぼ完全に跳ね返すことができるのよ。ソルスの光が当たっている場所に跳ね返った光を当てれば他の2倍温められるってことか。そういうことよ。そして鏡が増えれば増えるほど集まる光は多くなって、そうしていずれは全てを焼く炎になるの。天線剣は1000枚もの大鏡から鍛えられたのよ。1000枚だって？けど鏡は高価なもののはずだ。王都とはいえそんな大量の鏡どこから？130年ほど前、亡き最高司祭芸家がセントリア中から銀貨と銀細工を召し上げられ。そんなに大量の鏡を作れって？何のためにそんなことを？無影症攻撃術、兵器とかいうものの実験のためよ。ソードゴーレムの話を聞いた後だと。兵器？それは一体どんなものだったんだ？千枚の大鏡を半円を描くように並べてね。それはソルスの光を一点に集中させて純白の炎を生み出した。そして炎は身の丈ほどの岩をものの数分で溶かしてしまったわ。それじゃ威力は十分すぎるほどじゃないか。結局戦場に持ち出すには仕掛けが大きすぎるという判断が下されたの。まあ考えてみればそれもそうか。大量の大鏡を運んで攻撃できるのは一点だもんな。ええ、きっと組み立てている間に攻め込まれるか逃げられてしまうでしょうね。そして残った大鏡から鍛えられたのがこの天線剣よ。養神ソルスの意向を攻撃へと転じる神器としてね。それであれだけの熱量を出せるのか。話を聞いた後だと改めて恐ろしさを覚えるよ。ファナティオは連続剣も使えるし、天線剣の武装完全支配術も圧倒的だ。こうして受けてみるとやっぱりどちらも向かうところ敵なしって感じの技だよな。特にファナティオの武装完全支配術は最初目にした時本当に驚いたよ。一撃に重さがあるのに遠い範囲まで光線技が届くから相手は逃げ場をなくすよな。そうね、遠距離の相手にまで届くというのが最大の利点かしら。知っての通り私はこれまでその技を使うことで対戦相手が近づけないようにしていたの。確かにあの技を使えば近距離に寄らなくても敵を圧倒できるからな。ええ、でも今はもうそんな理由で技を使うのは恥ずかしくなってしまったわ。ファナティオ、正々堂々と女であることを恥じず目の前の敵と向かい合って戦う、そう決めたから。それに坊や相手ならむしろもう少し距離を詰めたいところだしね。どういう意味だ？だってやっぱり坊やは可愛くて面白いもの。これからは剣以外のことも知りたいわ。いろいろ教えてちょうだい。いろいろってそれはこれからじっくりね。なんだかわからないけど、ファナティオが女であることを恥じないようになったのは良かったな。そんじゃ次の討伐要請の話をするぜ。至急2名ほどの人員で討伐に向かってほしいんだが。そうだな、敵の特徴から見てファナティオとキリト、お前らに頼みたいんだが、いけるか？ああ、もちろん俺は大丈夫だ。私も問題ありません。よし、それじゃあ本件は2人に任せる。極寒地帯か、どれぐらい寒いんだろう。
何度か行ったことがあるけど凍えそうだったわ。うわ、さすがにゾッとしてきたな。大丈夫、私と坊やならすぐに片付けられるわよ。え？お二人とも吹雪ということなのでくれぐれも注意してください。なあ、ありがとうアリス。坊やと二人っきりなんて嬉しいわね。あ二人っきり。あら、ありのままを言ったのだけど何か？キリトが困っているように伺えますが、坊やは困っているの？いや困ってはいないけど。お前もお前です。そういうはっきりしない態度だからこの人が甘えるんです。ジョーちゃん、別の魔獣討伐の依頼があるんだが。おじさま、はい、わかりました。では私はこれで失礼します。ああ、アリスも気をつけてな。さ、私たちも行きましょうか。わかった。は生きられるのか。これくらいで音を上げるなんてまだ修行が足らないわね。修行でどうにかなるならもうやってるよ。そりゃ寒いけど聖豪騎士はそんなやわじゃないわ。出たわね。さあ行きましょう。ああ、さっさと終わらせて早く帰ろう。大したことない。追撃が来るわ。まずい、氷攻撃のせいで反応が遅れた。坊や、放たれよソルスの光。一撃でとどめを。さすが聖豪騎士。坊や、怪我はない？なあ、ファナティオのおかげでな。そう、ならよかったわ。しかしやっぱり天仙剣が放つ光線はとてつもない威力だな。ええ、まあどこかの誰かさんには負けちゃったけどね。ええ、そんな奴がいるとは驚きだ。いつか会ってみたいよ。そんなに会いたいのなら鏡を見るといいわよ。あら、大丈夫？風邪かしら？これだけ寒い場所にいた上に氷の攻撃を受けちゃったからな。あ、そうね。帰るにも歩かないとだし。いや、そこまでする必要ないよ。ダメよ、症状が本格的になる前に。なあ、わかった。この洞穴の中なら風が遮られて寒さが和らぐかしら。ああ、そうだな。ジェネレートサーマルエレメント。熱素を生成して、こ焚き火の出来上がりよ。ありがたいよ、風も入ってこないしここなら大丈夫だ。まだ大丈夫じゃなさそうね。しょうがないわね。じゃあ
温めてあげる。何してるんだ。何って、坊やを抱きしめて温めてるのよ。いや、なんで鎧を脱いだんだよ。鎧は金属だから冷たいわよ。それじゃ温まらないじゃない。そりゃそうだが、胸が当たって。あら、どうしたの。まさか一切気づいてない。それは坊やは本当に面白いわね。ああ、なんだか手のひらの上で転がされてる気分だよ。ごめんね、からかってるわけじゃないの。私はただ坊やからもらったぬくもりを返したかっただけ。俺からのぬくもり。ええ、女であることを捨て戦い続ける私はいつも孤独だったわ。私はあらゆる思いを封印して戦ってきた。何十年も恋焦がれている人への思いも何もかも。何十年も恋焦がれている人？私の片思いだけどね。そうか、だからファナティオは兜を身につけながら化粧をして。ええ、それでもあの人は私に戦績以外を求めることはない。戦績？あの人って。でも坊やは素の私と向き合って自分が強く囚われていたものに気づいた時、だから私は変われたの。女性の姿を恥じず戦おうと思うことができた。あの時に感じた坊やのぬくもりはこの程度では全然返せないほどなのよ。ファナティオ。だから坊やを抱きしめてあげたかったの。それにしても坊やはウブでいちいち反応が面白いわ。やっぱりからかってるじゃないか。騎士長閣下みたいに大人の男じゃない分、坊やはからかいがいがあるからね。楽しいって、完全に俺ファナティオのおもちゃじゃないか。それより騎士長。じゃあファナティオが恋焦がれている人って。でもこれだけじゃまだ足りないわね。あれって何をする気だ。坊や、目を閉じていて。私だって恥ずかしいんだから。はい、坊や。目を開けていいのか。ええ、さあ召し上がれ。温かいスープよ。スープ？全身を温めるにはやっぱり温かい食事が一番よね。ああ、そうだな。滞在が長引いた時のことを考えて簡易な調理器具と食材を持ってきていたのよ。そうだったのか。そういえばさっき顔が真っ赤だったけど。そりゃファナティオが恥ずかしいとか言うからだろう。ん？料理しているところを見られて、もし作り方が間違ってたら恥ずかしいじゃない。紛らわしい言い方だな。紛らわしいって。いや、なんでもないぞ。というかこうしてるうちにスープが冷めちゃうよ。それもそうね。召し上がれ。ああ、いただきます。一気に飲んじゃったな。喜んでもらえてよかったわ。ありがとう。ファナティオのぬくもり確かに受け取ったよ。でもまだ返し足りないから、これからもいっぱいお返しさせてね。さて、くしゃみも止まったみたいだし。あ、そういえばいつの間に。はあ、戻ってきたな。そうね、無事に戻ってこれてよかったわ。お帰りなさい、キリト。よう、アリス。あれ、アリスも他の魔獣退治に行ったんじゃなかったっけ。そんなものすぐに終わらせて帰ってきましたよ。そうなのか、さすが仕事が早いな。キリトたちこそ時間がかかったようでしたが、そんなに魔獣が手強かったのですか。いや、そういうわけじゃないよ。魔獣は割とすんなり倒せたぜ。ただちょっとくしゃみが止まらなくてさ。そうですか。しかし油断は禁物、今日は早めに休むべきです。大丈夫、心配ないわ。
私が坊やを人肌程度に温めてあげたから。人肌に？お前一体どういうことですか？いや人肌程度ってあれだぞ。洞穴で焚き火とかスープとかいろいろ。いろいろ。なるほど。この件に関してはアスナも交えて話し合う必要がありそうです。どうしてそこでアスナが出てくるんだ？二人とも折り合いが悪かっただろ。ええ、ですが真相を究明するためであれば一時休戦もやむを得ません。なんでこんな時だけ団結するんだ。ではまた次に会ったら覚悟していてくださいね。アリス、どうしてこうなるんだ。バナティオも笑ってないで誤解を解いてくれてもよかっただろう。誤解も何も別に嘘はついてないもの。それはそうだけどさ、今日はなんだかすごく疲れた。坊やはやっぱり可愛いわね。